はい、速稼塾の久保です。おはようございます。今日はですね、例のスマホバッテリーのね抽選会をいたしますので楽しみにお待ちください。まあ抽選会をしようかなと思ったんですけどもね、やります。何が言いたいかっていうと、応募者の方が来てますよ。これでプリントアウトしました。1名、2名、ちょっとめくれないですね。3名、4名、5名、これ7名、まあ、10名前後来てますね。まあ、本当にありがとうございます。商品が2つのところに、まあ、大体10名前後ご応募があればね、こう抽選になりますのでありがたいなと思います。で、今回はメールで送ってくださった方だけが抽選対象です。多分ね、他の SNS とか YouTube とか書き込んでくださった方もいたかもしれませんけども、メールでご応募くださいということを捉えてくださった方だけに今回させていただきます。ちょっとね、拾いきれてないもの、あ、ここに書いたのにっていうのが出てくるといけないんで、今回は、私のメールアドレスに届いた方の中から抽選でということにさせていただきます。すいません。で、このピンクの方とね、ブラックの方と送らせていただきますけども、さあ、それではね、抽選をしていく前にですよ、今日はちょっと YouTube の話しましょうね。YouTube をアップロードしてくださる方結構いたりとか、私の方にね YouTube の評価をこれどうですかって出してくれる方いるんですけども、まあ私の視点もあるんですけども、世の中のね大きな視点をちょっと申し上げておきます。まあ共通点と言いますかね、共通点の中でやっぱりね、チャンネル登録者数が増えたり再生数が増える動画っていうのは、まあ概ねですね、出ている方が楽しくやっていると、で明るくやっているということ、こういうことですよね。明るくて楽しそうにやっていると、で表情豊かにやっているとかね、それから身振り手振りが、私もやってますけども、なんか分かりやすいとかね、こう伝っているだけでストーンとね、ただ声のトーン同じで喋ってる方、表情も変えずに喋ってる方っていうのは相当な有名人なら別ですけども、やっぱり我々普通の人はね、人の心を捉えるときに、人の心を捉えるようなアクションとか演出とか話し方とかね、この目の開き方とかをしなければなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。いわゆるね、動画をサボってる人にはそれなりの結果が来るってことなんですよ。で、動画を工夫してる人にはそれなりの結果が来るってことですよね。参考にしていただければ幸いでございます。もちろんね、自分はこういうキャラクターで行くんだって言われればそれはもう別に止めませんけども、そうなるとですね、なかなか可能性が広がらないかなと思います。これでダメならあれをやる、あれでダメならそれをするっていう風にどんどんね、自分の目的に向かって手段を変えていくっていうのが大事ですよね。手段を変えながら目的に向かっていくわけですよ。この手段でダメならこっちの手段っていう風にやらないとね、それが工夫だと思います。さあ、それでは抽選会をさせていただきます。まずはこちらのピンクの方ね、させていただきますね。じゃあこんな感じでね、適当にやっていきますけども、いかがでしょうか。じゃあこちらの方がね、まずは当たりです。ピンク、ダーン、誰だろう。はい、スマホバッテリー、柳田さんですね。お、柳田さんじゃないですか。元気してますか。おはようございます、柳田です。動画拝見し応募します。バッテリーが欲しいのもありますが、運試し的にこれからの一年を占うような気持ちを込めて応募しました。キリが悪いのですが、そうだね、あと2ヶ月だもんね。変に取られるでしたら申し訳ないです。ただ今回のことが験担ぎのような良いきっかけになればという思いですし、もちろんバッテリーも大切に使われていただきますということで、当たりました。験担ぎおめでとうございます。じゃあね、こちらの方柳田さん送りますので、この放送見たらね、送り先をメールくださいね。送り先のメールが届かないと、ここ2、3日中に届かないとこれは流れます。もったいない、せっかく当たったのに運を掴んでくださいね。はい、ありがとうございます。ですんでね、今日11月6日でしょ。だから少なくともね、これね、9日土曜日には発送したいと思うんですよ。だから8日までに私の方にメールで送り先をメッセージメールでください。そしたら送ります。はい、じゃあ次ですね、こちらの黒い方、当たるかな、誰かな、じゃ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 ーんと、これね、無作為にやってますからね、こんなね、こんな選び方でいいんでしょうかって感じです。はい、こっちを見ながら、これだな、これ、じゃーん、はい、スマホバッテリー、ごま太郎、誰ですか、これは。iPhone バッテリー、プレゼント希望、可能なら黒がいいです。これからも頑張ってください。黒が当たりましたよ、ご希望通り。よかったですね。じゃあごま太郎さんも、ごま太郎だけじゃ誰か分かんないんで、8日までに
スマホバッテリーが欲しいと、うん、送ってくださいと、送り先を住所ください、よろしくお願いします。じゃあ2名の方に当たりました。じゃあね、その他の方一応ね外れたんですけども、ちょっと読まさせていただきます。プレゼント企画、件名はプレゼント企画じゃなくてスマホバッテリーって書いてくださいってお願いしたんですけども、やっぱね言うこと聞かないと当たらないですよ。やすさん、愛知県に住む三宅やすひろです。たびたびライブ拝見しています。 YouTube も拝見しています。久保さん、私の憧れる生活です。早く近づけるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。すいません、当たらなかったんですけどもね、大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。スマホバッテリー応募させていただきます。ということで、堀さんから来てますね。岡山の堀さん、ご無沙汰でございます。また来てください。久保さんのご指導でアフィリエイト頑張らせていただいております。スマホバッテリー応募させていただきます。うちの嫁さんが奥さんのことを心配しております。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。元気です。めちゃくちゃ元気です。よろしくお願いしますと。まあ、奥さんともね、またね、また生まれましたらね、お話したいと思います。ありがとうございます。スマホバッテリー田中なんだこれは、田中さん、本文ないんですけども一応抽選には入ってますからね。でもまあちょっと本文書いてほしいなと思いますね。皆さんの声がどうなのかなってことをね気になりますからね。はい、次プレゼントの応募、これもね中西さんから来てるんですけども、プレゼントの応募っていう件名ではなくてスマホバッテリーという件名でお願いしますということで、やってたんですけどもね、外れちゃいましたねやっぱりねすみません、お世話になります。いつも動画楽しみに拝見させていただきます。 FX 勉強しています。資金管理の考え方を掘り下げて教えてほしいです。はい、よろしくお願いします。資金管理ね、資金管理というからには資金計画がないといけないんですよ。中西さん、資金計画をもとにその計画を管理するのが資金管理ですから、いきなり資金管理がないというふうに私は考えています。まあでもね、そうは言ってもこうやってご質問いただいてますのできちんとやっていきますので、これからもね動画も楽しみにしてください。はい、次、スマホバッテリー、せつねこさん、これ最後の1枚です。本文欲しいです。すいません、スマホバッテリーって件名書いてくださったんですけど外れちゃいました。でも大丈夫です、待ってくださいね。はい、それではね、今回ちょっと外れた方がこうやっております。5名の方、5名の方はね再抽選をしたいと思います。この5名の方に再抽選しますけども、この動画をご覧の皆様も参加できます。11月6日ですね、今日ね、明日の朝のライブ放送までにメールで連絡いただいた方はね、この抽選に参加することができます。この5名のね抽選に漏れた方に加えて、新規で、メールでお申し込みいただいた方、件名は、11月、そうだな、ちょっと待ってくださいね。それではね、新しいプレゼントを持ってきました。これ、じゃーん。これはね、ケトルです。どういうケトルかというと、ちょっと開けるわけにいかないんですいません。このね、伸縮自在のケトルです。このケトル、ボタンを押すとお湯が沸きます。だいたいね、300から 400cc ぐらいだったかな、400cc かな、ちょっとすいません、内容量は分かんない。0.6 リットルです。600cc ですね。600cc のお湯が沸かせる電動ケトルなんですけども、こうやって縮めることができるんで旅行とかにすごく便利ですね。まあ車に1個置いといてもいいかもしれません。これをこの箱未開封のまま今日のプレゼントにさせていただきますので、件名にはケトルと書いてください。ケトルね、カタカナでケトルと書いて、件名にカッコあなたの名前っていう風にしてくださいね。書き方の見本としてはこれです。ケトルって書いてあなたの名前を書いてくださいね。よろしいでしょうか。そうすると先ほどの5名の方に加えて、これから応募される方がこの2つの商品をまあね競い合うと、取り合うと、抽選で取り合うということになります。ということなんで、この今ね抽選に漏れた5名の方は、明日のライブ放送に新規でお申し込みになった方と混ぜてね、ダブルチャンス、申し込みがあった方と抽選させていただきます。新規のケトルですね。はい、おめでとうございます。じゃあこれ取っときますね。はい、送料も私持ち私がね一方的に損するだけのプレゼント企画でございます。でこれね、別にリストを集めようとかそういうせこいことやってるわけじゃないんですよね。こうやって応募した方に対してまたなんかセールスかけようかなみたいな、そんなチンプなことやりません。ただあげたいだけなんですよね。ですんで、当たった方はねもう大手を振ってもらってください。
それでは本日は以上です。ありがとうございました。じゃあご応募お待ちしておりますので、動画の説明欄からね、ご応募していただけたらと思います。明日の朝のこのライブ放送までにメールで届いた方が対象です。じゃあよろしくお願いします。メール以外のご応募は受付できませんので、よろしくお願いします。